2018年7月28日今から2000年以上前の古代インドの王朝でも汚職は警戒すべき悪徳だったようだ実理論に巧みな表現がある水中を泳ぐ魚が水を飲んでも知られるがことがないように職務に任じられた漢士が財を着服しても知られることはない 財産で満たされた海を自在に泳ぎながら、誰にも気づかれずに利益を得る姿が伝わってくる。澄んだ水が、また汚されたような事態ではないか。東京地検特捜部が、おととい、収賄の疑いで、文部科学省の幹部を逮捕した、宇宙航空研究開発機構、JAXA に、出港中、元会社役員に便宜を図り、 謝礼と、して接待を受けた疑いがあるという、宇宙飛行士の式典出席に関する便宜だった可能性があるという、脇が甘いという話にも思えるが、舞台となったのは、宇宙開発の中心となる組織だ。小惑星探査などに子供を含め、多くの人が夢を託し、期待と共感を持って見つめている。 文科省では、次第支援事業をめぐる受託収賄罪で幹部が、起訴されたばかりでもある。感触に正濁はないのだろうが、疑いが本当なら、とりわけ気よくあってほしい人々が、人知れず、公共の水を飲んでいた。よどんだ水は濁る。相次ぐ不祥事は、長い間のよどみを思わせる。 実理論は配置転換をせよ。彼らが財を食いつぶさないように。などと説く。古典的な戒しめもどこかで忘れられていたか。ご視聴ありがとうございます。